誕生日に贈る言葉。1月7日生まれの直感力に優れたあなたに。キキ物語。1月7日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、頭がよく直感力に優れ、仕事熱心で、成功するために重要なのは感覚的な思考力です。現実的で地道な性格ですが、あなたの理想や天真爛漫さは人をやる気にさせるパワーを持っています。人を見る目があり、利他的で博愛主義的な一面を持つあなたは、人を相手にする仕事で優れた才能を発揮します。支配性である牡牛座からも影響を受け、ひたむきな心を持つあなたは、美術、音楽、文学、その他の創造的な活動における成功を特に重視します。仕事と社会生活を結びつける能力に優れ、大きな野心を抱き、頂点を目指します。しかし、頑固で天の弱な面や、人に合わせようとしない気難しい面があるので注意しましょう。社交的な面もありますが、孤立することもあるでしょう。あなたの人格の中に存在する多様な側面、特に物質的な野心、理想、霊感などの間にバランスを保つことが必要です。旅行は吉です。突然何かを悟ったり、思いがけず幸運な変化があったり、予想もしなかったものを手に入れたりといったことがありそうです。水瓶座を通過する14歳から43歳まではグループ活動を優先し、あまり伝統に縛られず、少し肩の力を抜いて自由を楽しむことができます。風変わりなものに興味を持ったり、自己表現に強い欲求を感じたりすることもあります。44歳を過ぎると太陽が魚座に入り、感受性が豊かになって有意義な精神生活を送るようになります。それは未来への展望、夢、理想となって現れます。1月7日の誕生花はアッツ桜。花言葉は愛を待つ。ラムサからの今日のメッセージ。この旅を果たすためには、霊的な自己を人間の自己の中に定義していかなければならない。霊的な自己が完全な人生、力あふれる人生を導くことになる。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。